無彩色、両端の白と黒も含む。なお、これは、通常の液晶ディスプレイでは、幾分赤みに表示されるはずの画像データであり、完全な無彩色ではない。無彩色は、白と黒との混合で得られる色の総称である。白、黒、様々な濃度の灰色が含まれる。無彩色という名詞は、彩度が例であることを表している。無彩色でない色は、彩度を有する。 有彩色である。マンセル型色空間。中心の上下軸が無彩色である。等色層三角形。この図では、可変が無彩色である。なお、均等色空間は実在せず、これは等色層面ではない。マンセル、HLS、HSV、NCS、オストワルトなど色層を使う色空間では、無彩色は、色空間の上端と下場を結ぶ線である。 オストワルトの等色正面、同一の色相を切り出したものでは、無彩色は通常、上下に走る一辺である。色相は定義できないものであるか、無定義である。つまり、無彩色の色は、明度だけで決まり、色相が変わっても色は同じである。一方、RGBXYG 組など原色を使う、色空間では、無彩色の各原色量は等しい。 RGB なら、R イコール、G イコール B である。ただしク Mac では、無彩色は K のみを使って表され、C イコール、Y イコール、M イコール0である。LUVLABUVP a など、メイドと2つの色情報で色を表す。色空間では、メイド以外は0である。ただし、ザでは、X イコール、Y イコール1、3が無彩色である。 モノクロームの映像や画像を表示するには、無彩色を使うのが基本である。無彩色のみで表した画像や映像は白黒と呼ばれる。ありがとうございます。